最高の離婚、チャテヒョン、結婚失敗の痛みを打ち明ける、結婚したくなかった。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール KBS2TV、最高の離婚、画面キャプチャーチャテヒョンが結婚失敗の痛みを打ち明けた。5日、KBS2TV 月日ドラマ、最高の離婚が放送された。娘のソクヨンが離婚を宣言すると、クホ、チェジョンウは恥さらしだと怒った。反発する息子ソクム、チャテヒョン、ニクホはギターなんか弾いていきながら勝手に結婚しやがって。それで幸せか、そんな風に生きて幸せか、と非難した。ソクムは、いいえ、幸せじゃないです。父のようになりました、と苦く言った。ソクムは、結婚したくなかったんです。家族になるともっと離れちゃう。そんな風に生きたくなかったのに、こうなると思いました。僕が見たのがこれだけだったから、トトロシ。